超健太氏です。さあ今回は僕すごいなんかこうやっぱね面白いなと思うことが一個あって、今回ミルアカさんですね、ミルアカサッカーアカデミーさん、まあ僕なんかがね足元に及ばない、登録者5万人ぐらいいる人たちなんですけども、ミルアカさんの動画新しいの出てて、松本山雅の2021シーズンのデータ通信簿という動画が出ました。先ほどかな昼ぐらいに出てて、でこれ見ててやっぱ思ったことを僕が今回話していこうかなと思ってて、やっぱり結論から言いますと、あのねミルアカさんの戦術分析面に関してはあんま信用しない方がいいやなと。思いましたね。そう、まあ僕常日頃は結構言ってるんですけど、まあそのすごいですよ。まあもちろんすごい方で、データをまとめる能力すごく高いし、まとめるところあんだけ俺はできないからすごいなと思うんですけど、まであとデータは間違ってないだろうからね、多分。でもやっぱさ、その佐藤さんのすごい悪い癖で、あのねこれ真面目に言ってんだと思うんだけど、あれが本当真面目に言ってることだと信じて言いますけど、やっぱねデータが好きすぎる、もしくはデータがこう信じすぎる傾向にあるからこそ、データ基準で全てこう戦術のところを決定してしまうっていうのが、分析面をこうの結論を出してしまうっていうのがあると思うのよ、データ基準で。でそれがすごく良くないなと思って今回こういった動画を作ります。じゃあどういうことかと言いますと、はい、じゃあどんな動画でどんなことをおっしゃってたかと、まあこれに関して話していこうと。僕の感想ですね、僕今シーズン全部見てますからね、試合をね、山鹿の。で、まず22分10秒あたりに、今シーズン山鹿が J2 に残留できなかったのは、コロナの影響がすごく大きいと。その心は、ホームのやっぱ影響力、アルウィンっていうものはもともとすごくビッグなホームだったけども、それの、強みを生かせなかったと。うん、まあ、これはね、感想としてはまあ、あるかなとは思いますね。間違ってないかなと。うん、やっぱ、松本山がこう一気に成績落ちた時と、コロナでなかなかこう制限が掲げられた時のやっぱリンク、そこがリンクしますし、あとはやっぱりまあやっぱね、どう見てもやっぱ圧倒的なホーム感っていうのはすごく大きいですからね。 J2 であのスタジアムってあんまないから、そうそう、だからそこはねやっぱどうしてもホームの影響力はあるだろうと。ホームがホームじゃないホームスタジアムみたいになってたじゃん。そうでね、そこはまあいいんですけど、次3分40秒あたり、じゃあそれがあるからこそ、そのホームの話、ホームスタジアムが全然良くなかったからこそ、やっぱ監督が、七海監督じゃなかろうが誰であってもやっぱ難しかっただろうと、監督の問題があったとかではないだろうっていう話をしてて、まあこれに関してはね、やっぱね、ちょっとね、分かってないというかね、いやーって感じで、まあなんだろうな、まあ最初もちろん七海監督良かったのよ。監督ブーストはちょっと若干あった。若干はあったんですけど、でもそこで、落ちちゃったじゃない。そっから全然うまくいかなくなって、むしろ、七海監督が試合を悪化させるみたいなこともたくさんあったので、もちろんいい時ももちろんあったんですよ。七海監督別に全部悪かったわけじゃないんですけど、監督の問題はあったよ。それは思うよ、俺は。で、次、6分50秒あたり、これデータの話なんですけども、攻撃に関して、ドリブルのパーセンテージが、試合中のね、ドリブルのパーセンテージが 54.5% あったらしく、これは1位だったですよ、と。チーム、22チーム中1位だったんだね。で、あとは、フリーキックでシュートまで持っていけた確率っていうのが 39% あって、これは3位だったんですよっておっしゃってましたね。で、続けて、シュートこそ入らなかったけど、その前までは悪くなかったですよねって言ってたんですよね。で、これに関してはね、やっぱね、全然そんなことなくて、なぜドリブルが多いかっていうと、決してこう、サポートがいないからドリブルで自分で何とかするしかないのよ。だからそれ、だから、そうなっちゃうわけよ。ドリブルがこう、まあ多くてそれ突破できるんだ別にいいけど、突破できる人たちじゃなかったので、だからどうしても、シュートこそ入らなかったけど、それまで、その前までは悪くなかったって言いますけど、山形の攻撃全然良くなかったじゃん、今シーズン。だからね、絶対試合見てないんだろうなっていうかね、すごくそれは思ったし、まあシュートまでフリーキックでいけたっていうのはまあすごいんだろうなと思いますけど、まあそれもまあセルジーナとか入ったからかもしれないしね。セルジーナはフリーキック入らないけどシュート打ってたってのも多分にありますからね。で、はい。で、次、9分10秒あたりにおっしゃってたことが、守備のデータの部分。守備デュエル勝率というものがあるらしく、その守備の時のデュエルの勝率は 59% で、J2 で3位だったらしいですね。で、それのデータをもとに、スクランブルで、まあ、この、いろいろね、ゴール前でごちゃごちゃとなって、1本目のデュエルでは勝てる。で、ボール転がる。で、2本目のデュエルでも勝てる。で、3本目のデュエルでここで決められてしまうっていうのが多かったよねっていう風なことを言ってたんですけど、出たねと。俺これ見たと、これ聞いた時に、いやーまあ出ちゃったなと。まあその、
ここに関してはもう完全にこうデータを見て、データを正義として、データをこう、なんていうかな、教科書として判断してしまったなっていうか、大前提、データって数字でしかないわけ。やっぱ試合見ないと、わかんない。本当に。何が問題なのかっていうのは。で、試合見てないと思う、多分、佐藤さんは。見てるんだろうけど、しっかり見てない。で、なんていうかな、今シーズン山川見てた人から言うと、準備不足だったりとか、判断ミス、連携ミスで、フリーの選手を作ってしまって、で、結果難なくこう決められるというか、無抵抗に、ノープレッシャーのまま決められるっていうのが多かったと俺は思うんですよね。だからこう別にスクランブルでごちゃごちゃとなって3本目になんとかなんないから、結果デュエルは上がってるんですかみたいな感じじゃないわけ。だから、多分デュエルの部分はデュエルの部分で勝ってたからこういったデータが出るんでしょうけど、失点してる部分の理由に関してはそれが正解じゃないのよ。そう、じゃなきゃさ、73失点も取られないでしょ。そう、そんなデュエル3回目で勝てないみたいな、そんなシーンね、普通ね、他のチームでも多くないと思う。そう、ね。それが起こるってやっぱそう、フリーキックとかでめちゃくちゃ放り込まれるとかしかないからさ、コーナーキックでめっちゃ失点するとかしかないから。で、あとは、なんだろうな、フットボールラボによると、今季の山が PK4 ですよね。PK の失点が4と。これ結構多いと思いますね。だから PK の失点っていうことは PK の前ですよね。PK 取られたシーン。準備不足が多いってことですからね。あとはショートパスの失点が15。これも多いですね。21.1%。セットプレーで失点が19失点。26.8%。クロスからの失点が20点。28.2% ですので、やっぱ準備不足がないとこんだけ失点しないですよ。はい。だからこう別にスクランブルで勝てなかったとかじゃないですよね。理由はね。で、最後、10分30秒のところで動画ね、改善方法をおっしゃって、まず会話しましょうねって言ってました。この状況どうやったら治りますかっていう質問に対して、やっぱ会話した方がいいですよと。それは間違いなくあるだろうなと俺は思いますけどね。ただ、この後、七海監督はこういうコミュニケーションを改善するのがめちゃくちゃ上手い人だから、っていう風な話をしてて、来シーズンは大丈夫でしょうね、みたいな。来シーズンもなんとかできるんじゃないかっていう話をしてたんですけど、いや、できとらんから落ちたわけ、俺ら。来年からいけるって思ってんのかな。でもキャンプでさ、でも、ななみさんに信頼があるのかなっていうそもそもあってさ、大前提な。もうすでになくしてる可能性すらあるからな。まあ、キャンプからやり始めたらどうなるかわかんないけど、コミュニケーションがさ、良かったってさ、多分柴田さんの時とかは俺良かったんじゃないかなと思うんだよな。多分柴田さんの方がそこら辺めちゃくちゃこう細かく指導してたと思うんですよ。でも、選手ができなかったって部分だと思うんですけど、ななみさんはそういった、ことを指導すらしないみたいな話も聞くんで、そう、だから何をもってこう、ななみ監督なら、コミュニケーションが良くなるって思ってんのかの、それこそ結論をデータで示してくれっては思うよね。だからそこら辺がね、全くね、多分ね、すげえポジティブな人なんだろうなと思うんですよね。いい人なんだろうなと思うんですけど。そう、だからね、ミラカさんはね、なんかこう、俺がね、伝説と思ってる開幕前の動画があって、今シーズンの開幕前に、今シーズンの山川のスタイルこんな感じになりますよっていう動画が出してて、伝説の研ぎ出しシステムご存知ですか皆さん。そう、ミラカさんが提案してたのが、守備の時田システムなんですよ。そう、ミリオカさんが言ってたのが、まず時田が、ボールダッシュ能力のデータが高いと。なるほど。データが高いから、相手のサイドバックとか、ボランチとかがボール持った時に、山川のボランチの間をわざと開けて、で、縦パス入れさせて、時田と相手のフォワードの1対1を作らせる。はい。で、時田がそこで奪うでもいいですし、時田が奪えなくてもそこで時間を稼いで、ボランチだったりとかが収縮してきて、一気にこうスペース圧縮してそこで奪うみたいなこと言ってたわけ。これはさ、サッカーを少しでもこうプレイしたことがあるものであれば、もう絶対に取らない戦術なのよ。これは。これ戦術ではないわけ。そう。いや、マジでめっちゃ笑っちゃって俺。これ聞いた時に。で、どうなるかって言われたらさ、今シーズン時田見てた人たちだったらみんなわかんじゃん。何が起こるかっていうと、想像しやすいですよ。で、こういう、なんかこう、万が一できるとするならば、ボランチ開けてそこで奪うみたいな。センターバックとセンターフォワードの1対1にわざと作るみたいな。これで奪えるのって多分ね、世界でもね、多分ね、ファンダイクぐらいじゃないかなと思うんだよな。ファンダイク対俺だったら多分ファンダイクの圧勝だと思うから、ファンダイク対俺ならできると思うわ。でもそれ以外でもやっぱさ、絶対やんない手段なの。だから、ミルワカさんはね、
こういったこと普通に多分ね、なんだろうな、なんかデータが好きなのか戦術が好きなのかわかんないけど、もう絶対やっちゃいけないサッカーの原則を無視するわけ。異様に、うん、だからそういったことすごく良くないと思うから、うん、だからね、結構ミラガさんのこう楽しみ方っていうのは別にこれが悪いって言ったんじゃなくて、ミラガさんの楽しみ方っていうのはデータはねちゃんとまとめてくださってるから、あ、データすごいね、うん、そういった風に見るのがいいと思うし、あのでもやっぱ分析の部分では結構やばいこといっぱい言ってますよっていうのはあると思うんでそこはやっぱね信用しない方がいいんだなと思いました。てな感じで、まあ、ミルワカのことを、まあ、ごちゃごちゃ言ってんのもあれですから、まあ、僕は、じゃあ、お前はどうなのと。じゃあ、今度ね、まあ、ね、明日か明後日ぐらいには、今シーズンの開幕前に作った動画、俺が自分で作った動画を、俺が自分で、こう、フィードバックするみたいなことの動画もちょっと作ろうかなと思ってるので、ちょっと楽しみにしておいてください。はい、面白いんじゃないかと思います。おー、何言ってるかな、ちょっと怖いけどな。さあ、じゃあ、ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、そんな感じですね。はい、以上です。バイバイ。楽しんでいきましょう。いろんなサッカーコンテンツをね。